7月30日午後3時、武漢鉄路公安署の警官は、駅で定例検査を行っていた。ある男性が、身分証と切符を出したが、男性の訛りに違和感を覚えた警官は、持っていた資料と照合、すると脱走犯であることが判明した。その男性は、すぐ、この身分証は、武漢で拾ったものと弁解し、自らの身分証を取り出した。しかし、警官は、彼のことを信じられず、いくつかの質問をしたところ、間違いを発見。警官は、疑いを強め尋問した結果、男性が2番目に出した身分証は、弟の身分証であることを白状した。男性は、指名手配中の犯人で、2014年に、ケイモン市で経営していた事業が、うまくいかなくなり、200万元近くの損失を計上、不法に、5000万元の融資を受けた後、逃走。現在、彼は、ケイモン警察当局へ移送されたという。